ぞ。何やぞ。しばらく道なりです。何やぞ。Google マップ、今のいいのか。今の左行っていいんか。あれすんげえ狭いんけど、どうしよう。やらかしたあ、やらかしちゃいました。あ、狭っ、めっさ狭っ。大丈夫かな。アテントバックできてます。おお、やべえ、ちょっと右寄りすぎとくかもしれん。おお、右の車にかすめそう。なんとかなった。よし、とりあえず出してる。なんでこんなに要素の車止まってんねん。ここあれって言っていいんか。あ、良さそうだ、言って良さそうだ。すいません、ちょっとマニアックすぎるわ、 Google マップ。こんな道すげえ、すげえびっくりした今。すげえびっくりした。心臓に悪い、心臓にっていうか、いろ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 悪い、いろいろ。あ、そこ曲がったらよかったんじゃん。ここちゃうんか。あ、ちゃうんか。あれでもこれや、この通りやったらそのまますぐ、そのまま進んでそのまま行けるって感じか。ここでどっちかに分岐してるって感じか。なるほどね。あ、一応行けんのは行けんねや。そういうことか。めっちゃ紛らわしい。分かりにくい、分かりにくい。俺今どこに行こうでしょう。いやー、びっくりした、今の。Google マップたまにこんなんあるでしょ。なんかちょっとでもマニアックすぎる。本当に地元の人間じゃないと分かんねえだろ今の。そんなアホなーって思う。右側見たら右のこう一方通行の矢印で出て、左は左でこう止まれなってるし、やから行ってもいい道やねんけど、多分両方向、あの泊まり側は両方向、向こうからも来れるし、こっちからも向こうに左側抜けるんやろうけど、別にその標識も何もないし、あんなん地元の人間じゃないとお前意味わからんやろみたいなような、そのパッと初めて来た人間からしたら一瞬あたふたしてしまうっていう。はぁ、あ、右しか行かれへんのって思ってもらって、右に行こうとしたら、ほんで、あれ行けないんじゃん。思ったら、あれや、行き止まりで、曲がったとこ行き止まりで、結局、あの矢印通り行かなあかんし、結局、ここそのまま進まれんからバックせなあかんみたいな。バックしようって、空のやから、そう。で、なんか道狭いし、なんか車かすめそうやんけとか思いながら、あ、びっくりした、もう、なんじゃそれみたいな。いきなりなんかあの、いろいろちょっと本当に、いろいろ本当に、たまにね、Google マップはたまにあれがあるから。Google マップでも、パッと知らんとこの知らん道、知らんお店とかパッと行こうというときは Google マップめっちゃいいですよ。使い分けっすけどね。あと、Waze っていうアプリあるんですけど、それもマップアプリやけど、まあ手作りで、道ないとこ、道できてたら、道路作成とかっていう付け加えることができるアプリなんですけど、それはね、オービスあったりとか、こうどっちかって言ったらこう、あんまり渋滞したくないときは、Waze 使ってますね。Waze。そんなに信用できんかなっていう部分はあるけど、割と渋滞してる道に関しては、こう渋滞マークみたいなのが出るんで、それでね、渋滞ある程度避けたりとか、ながら運転できる。あとはまあそんなになんか変に混んでるところに案内しないかな。してくれ、しないような気がする。わりかしそうスムーズに行きたいな、単純に何も考えずにスムーズに行きたいなっていう時はウェイズ使ってるかな。まああとオービスとかもわかるんで案内してくれる。スピードに注意してくださいとかね、警告のアナウンスみたいな。
ヤフーカーナビ、ヤフーカーナビもね、オフィスとかあるときは、ね、結構便利やから使ってますね。運転診断とかもあるし、高速通るんやったら便利かもしんない、ヤフーカーナビは。ただそういう感じで使い分けてますね、自分は。ナビタイムは有料、駐車場とか探すのとかに便利やから割と使ってるかも。ただナビタイムはね、有料、有料ですからね。目的地は左側です。ナビタイムは有料ですけど、まあでも半額かなんか、まあキャンペーンやってた時に入ったからそんなに。いやけどね、他のなんかアンドロイドとスマホで結構タダで使えたりとかするんですね。はい、でそんなの入ってるやつにもよるんかな、なんか結構タダで使えたりとかするっぽいですね。皆さんもね、よかったらね、塩三元行ってみて、塩元帥か、行ってみてください。今日、醤油とね、焼き飯のセット食べてみたんですけど、美味しい。っていうか、味付けちょっと変わってるかな。美味しい。塩ラーメンとかさっぱりしてる感じ。醤油ラーメンはね、割と、美味し、醤油ラーメンも美味しかった。焼き飯も美味しい。まあ、ちょっと高いですけどね。表現する。焼き飯セットで1150円ぐらい。ちょっと高いですけど、美味しい。めっちゃ美味しい。一応無添加。美味しい。さすがにカメラ回す勇気がなかった。完全に映り込んじゃうからね。他のお客さんが映り込んじゃうから。まあ、モザイクかけても良かったんだけど。真横に並べすぎて、なんか皆さん SNS というか Twitter とか見ました？連日なんかめっちゃ食べ物関係で炎上してないですか？この間なんだっけ、この間すき家にくら寿司に、すき家は氷投げたりとか、あれか、他にお玉当てたりとかで、くら寿司はくら寿司で一度ゴミ箱に捨てた魚をね、まな板に戻そうとして動画か、あれで炎上しましたね、これ。それ続いて今日はなんかね、ドミノピザがやらかしてましたね。ドミノピザで、まあなんていうかな、ピザ切りながらピザ食べてるっていうか、ピザ食べて、ほんでそれを置いて、このままピザを置いてそのまま食べてる、切ってる、ピザ切ってるっていう動画ね。ほんでそっからカメラがポーンと他の方向向いて、なんか笑ってるみたいな。要は仲良し、バイトで仲良くなった子同士で、まあ動画撮ろっかみたいな軽いノリでしょ。で撮ったのが炎上しちゃったみたいな。どうなんだろう、ドミノピザどうなんだろう、今撮ってる時点ではどうなんですかね。本当に炎上しちゃってるかな。まあ炎上、Twitter で検索かけたら炎上ってなる。まあでもそんな言うほど炎上って言うほどなんか拡散されてるかって言ったらそうでもない。勝手に誰かが炎上ってつけて拡散させようとしてるんじゃないかっていう工作くさくささすら感じるけど、現実の音が続いてるから揚げ足めっちゃ取るっしょ。食べてることに関しては別にお客さんのものを食べ、商品を食べてるわけでもなく、ね、仕事しながら別にね、それに関しては別にいいとは思うんだけどな。アメリカとかね、海外やったらね、そんな感じじゃないですか。撮ろうぜ、イエー、ジョン撮ってくれよ、よし、これは俺が
俺が今からピザ食べて、そしてピザ切りながら、どんだけ俺が器用か見せてやるよ、ハッハッハみたいな感じじゃないですか、アメリカとかだったらっていう感じなんですけどね。じゃあ完全にね、完全にその食べ物をね、他に当てたりとか、食べ物に向かってピあの唾垂らしてたりとかやったら分からんこともないんですけど、ちょっときつすぎ、きつすぎるというか、だってツイッターってさ、もともとバカッターだよ、バカッター、もともと若発見機とすら言われてるんだよ。その代わりでも逆に言えば情報の流通も早いですけどね、ツイッターって。だから使い方次第なんですよ、ツイッターの使い方次第によってはめちゃくちゃ便利なツールになるんですよね、どこで事故があったとか、そんなんとかもね、下手なニュースより早いです、出回るのが早い。近くの人とか、知り合いとかフォローしてて情報が流れてるのやったら結構早いかもしれないですけど、そうでもないですよ。でもまあ拡散力的に言ったら早いですよ、ツイッターも。でもね、ツイッターもね、いい面と悪い面あるからね、相変わらず悪い面がポン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 来てますね。動画 SNS 上に上げないことですね。上げた時点で確かにもう炎上するのかっていうかなと思うのはもう思いますけどね。それに関してはその上げちゃった時点でも炎上確定じゃないですかね、本当に。まあ確かに常識的に考えたらそういう動画上げること自体が非常識だし、上げたらダメだろうって言いますから、ね、さあいかがだったでしょうか。俺もお前に同意だっていう方はね、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。今日は、ドミノピザ炎上に関して、ドミノピザ炎上の件についてね、動画を撮ってみました。ということでね、また